信ください。2023年10月上旬、日常演舞は北上の里に来ていた。そして今目の前にある卵が帰るのを今待ち望んでいた。なぜならと卵が帰ってエイパムが生まれた。エイパムのデータが新しくポケモン図鑑に登録されました。となるとというわけでジュニア先生のもとへ、北上の里ポケモン全種類捕まえました。ではどんなものがもらえるのかな。これでテラピースがなんか今度ハピナスレイドでまたテラピースがとか言ってるから、それと合わせたらいっぱいもらえたりするのかななんてね。はい、次はどうなる。なんかはいはい、というわけでポケモンスカーレット DLC 緑の仮面の図鑑もコンプしました。へえ、北上図鑑なんかな、バージョン限定のやつとか大丈夫かなと思ったんですけど、実案外すんなりとレイドに入って獲得できたので、いやーよかったです。それでですね、まあ、せっかく北上図鑑が完成したことだし、何かお祝いしたいなと思ったんですけど、前に本編の図鑑が完成した時は、31アイスクリームでポケモンのアイスケーキ買ってきて食べるっていうことをやったんですけど、今回も何かいいのないかなと思ってたら、ちょうどうってつけの企画をやっているお店があったので、ちょっとそちらに行ってきます。それじゃ、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、現在プロントというお店がポケモンとコラボしていて、様々なメニューを出しているので食べていきたいと思います。こちらがサンドイッチリザードの開放者にしました。まあ、ポケモンスカーレットバイオでもこういうサンドイッチあります。パンケーキに、秋らしいパンケーキに、かぼちゃパスタ、あとドリンクもあるんですけど、ちょっと臆測になってますので、待ってるとお料理は冷めるので、先にいただきます。ちょっと席と明かりのバランスが悪いですが、このピックが刺さってゲームでもあったサンドイッチから食べていきたいと思います。うわぁ、ボリュームたっぷりだなぁ、食い切れるか。では、いただきます。見た目かわいいし、ボリュームも満点で本当に美味しいですね。プロントというお店に初めて来たんですけど、他にも美味しそうな商品がありますから、もっともっといろいろ食べたいですね。ただ、これは結構いいお値段がするので、いっぱい毎回っていうわけにはいかないかな。おぉ、なんだろうな、喫茶店でパスタっていうと昔タリーズの商品いろいろ食べた時のことを思い出すな。ポケモンやって前回の31よりずっと豪華な気持ちになれてるのはそんな気がします。時間的にちょっとコーヒー飲むの心配なんですけど、そんなのもう今日だけは忘れるっと。そして各商品の感想につきましてはこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず最初に食べたこちらのサンドイッチは結構ボリュームがあって、なんか具材、中の具材という入っているハンバーグやトマトも噛んだ瞬間にジュワッと口の中に旨味が広がってきて、さっぱり、それでいてコクがある美味しさでした。ただアボカドソースが多くて、あれだけで噛んじゃうと絶対外に出るのがちょっとな、手が汚れること確定なのはサンドイッチとしてと思わざるを得ない部分もあります。ポケモンの主人公、あんなサンドイッチ食べてたっけ？まあ自分もゲームやってますけど。で、その次に食べた、こちらのリザードンの火炎放射パスタは、火炎放射を受けて体が熱々になるというほどではありませんが、結構ピリピリとした刺激があって美味しかったですね。一方、こちら、ピカチュウとピチュウのかぼちゃクリームパスタは、ちょっと時間が経ってクリームの水気がなくなっちゃったのが、ちょっとパスタに固まっちゃってたんですけど、
かぼちゃの優しさが電気タイプとは思えない癒しを与えてくれて美味しくて。そして、ピカチュウとミミッキュのさつまいもパンケーキ。こちらも、ちょっと可愛いピックの後に、さつまいもの優しい甘さが入った。なら、モンブランのようなペーストに近い山盛りと、ふんわりした食感のパンケーキ。紫芋らしきソースとよく合っていて美味しかったです。紫芋はね、ちょっと、ただのさつまいもとは甘さが違いましたね。で、これだけちょっと、スパーレット、バイオレットではないんですけど、最近発売されたピカチュウの新しいゲームですね。出てくる、このコーヒーをイメージした商品のようです。ただ、上にピカチュウのラテアートが書いてあったら、もうすぐ飲んじゃったら見せられなかった。以外には、まあ普通に美味しいミルクラテで、ミルクラテというかミルクコーヒーで、そこまで他に比べると目立たない印象ですね。まあ、ちょっと聞きたいんで、という時にはいいかもしれません。で、次、こちらのピカチュウとイーブイのマロンラテ。栗の優しさとピカチュウ、イーブイの可愛さがよく合っていますね。飲んだ瞬間に口の中から、ね、甘さを広げて心を癒してくれました。見た目で癒されて心でも癒されてた感じ。同じく可愛いもの。関連のかピカチュウとパーモットのパチパチオレンジティー。こちらはオレンジの酸味ともにパチパチと弾ける電気タイプらしい何ポップンポップンっていうんですかねが効いて結構目がパッと開くので朝一番や眠くなりそうな時に気合を入れるために飲むのがいいと思います。ちょっとライト用意しておけばよかったんですと。まあ今回チャンプロントのポケモンカフェポケモンコラボ商品、どれも美味しかった。ポケモンカフェじゃないな。まあ、一つあたり、ドリンク一杯でも1000円ぐらいするので、結構いいお値段はするんですけど、あなたがポケモンやプロントの商品がお好きなのであれば、ぜひ食べてほしいです。で、今回食べたり飲んだりした中だと、ピカチュウとイーブイのマロンラテが、まろやかな甘さで一番癒しを感じられたかなと思ったので、代表として5点とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。で、そのまま終わろうと思ったんですけど、なんかお店でポケモンの商品をね、を頼んだら、こんな風におまけがついてきてたんです。で、ドリンクがこちらのちょっと薄いやつで、フードがこのちょっと厚めのやつです。厚めのやつ。せっかくなのでこれも開封していきますね。さすがにお店の外で開けてる余裕なかったので、まずドリンクについてですけど、何が出てくるのか。こういうカードが出てくるみたいですね。まあ、いわゆるポケカとはまた違うやつですけど。それじゃあ。あら。種類があるわけじゃないのかな。なんかあんまりおまけをよく見ないでやったんですよ。あら、というわけでもなさそうですね。なんかピカチュウのやつが同じのがワンペアあって、一つパーモットと組んでるのが出てきました。では、こちらはなんでしょうね。せーので、なんか閉まんない登場でしたけど、キーホルダーですね。こちらコーヒーに待った名探偵ピカチュウのやつです。あ、キーホルダーも何種があるの。なーな、おお、スカーレット、バイオレットの3匹とピカチュウだ。はい、次。何が出るかな、何が出るかなと。あ、パスタについてたリザードンのやつですね。で、次でラストでーす。あー、かぶっちゃいましたねー。でも、で、まぁ、今回当たったのが、当たったというか、自分が当たったのは、この、これが3枚、キーホルダー計7つで、他にもどんな種類があるのかな。だけど1個当たりのお値段が結構いいやつなので、全部集めるまで
やるっていうのは相当厳しいかもしれません。そのお店もそこそこ距離があるので、そんなしょっちゅう行けるわけではないですし、まあとには何はともあれポケモン図鑑の完成で美味しいものをいっぱい食べられたので、今日まあそれで私は満足です。それでは DLC 後編が出るまでポケモンとは、まあイベントレイドとかはやりますけど、少しの間お別れかな。だけどもしこのその DLC 第2弾が出た時にはまた視聴して応援していただけると嬉しいです。もちろん食レポ動画も見ていただけるともっと嬉しいですよ。それでは本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。